神宮寺ゆ太の魅力が炸裂。その中には、紫輝くんや岸くんに関する質問もたくさん寄せられ、神宮寺さんが彼らについて語る場面も、こんにちは、皆さん。今回は、神宮寺ゆ太さんの最新の質問箱に焦点を当て、彼のコミュニティへの貢献とイベントの社会的影響を探ります。ファンの期待に応え、彼が語る心温まるエピソードや新たな側面に迫ります。 神宮寺さんが3月5日に投稿した質問箱は SNS 上で大きな注目を浴びました。彼の写真に大喜びするファンたちからの質問84個プラス2個に神宮寺さんは丁寧に答えています。その中には紫輝くんや岸くんに関する質問もたくさん寄せられ、神宮寺さんが彼らについて語る場面も、質問箱を通じて神宮寺さんはファンとの交流を深め、 コミュニティ全体を一つに結びつけています。彼が食べたお蕎麦や、仕事の合間にわちゃわちゃしている様子など、ファンは彼の日常に興味津々。神宮寺さんはその期待に応え、ファンとのコミュニケーションを大切にしている様子が垣間見えます。元の記事では触れられていない神宮寺さんの人柄やコミュニケーションの深さを掘り下げてみましょう。彼の対応には、褒められた時の愛らしい反応があります。 そんなことないよではなく、え、へへという天然な笑顔でファンに答えています。このような優しさや素直な表現が彼のファンたちに愛される理由の一端かもしれませんね。さらに、紫輝くんや騎士くんに関する質問に答える場面では、神宮寺さんの優しさがより際立ちます。神くんが忙しい合間にもかかわらず、質問箱でファンに会いに来てくれる姿勢や、仲間たちとの楽しいエピソードも紹介されています。これによって、 神宮寺さんがコミュニティ内でどれだけ大切にされているかが感じられます。神宮寺さんはファンから寄せられた質問に個性的で面白いエピソードを披露しています。例えば、テープがついている時に岸くんに大きな声でバラされてしまい、大きな声で言わないで、という一幕や、お風呂入ったから、という謎のアピールなど、ファンを笑顔にさせるエピソードが満載です。 このような個性的で魅力的なエピソードは、神宮寺さんのファンたちにとっては貴重な瞬間となっています。彼の率直で楽しい一面を知ることで、ファンとアイドルの距離がより縮まり、共感が生まれているのです。最後に、神宮寺さんがファンに向けた感謝の言葉を紹介しましょう。いつもありがとうという言葉が、彼がファンとのつながりを大切にし、彼らに感謝している姿勢を表しています。彼の質問箱を通じたコミュニケーションは、 単なる情報のやり取りだけでなく、ファンとの絆を深める素晴らしい手段と言えそうです。神宮寺さんの質問箱は、単なる情報提供の場に止まらず、ファンとの心の触れ合いを生み出しています。その優れたコミュニケーションスキルと優しさが、彼の個性と魅力を一層際立たせていますね。これからも彼の活動から目が離せません。